クレアのね枠でお土産話配信をしてきたんですけれども、すごいね、楽しんできました。あとちなみに昨日ね、寝れないから4コマ漫画描いてたの、ね、こう夜にね。ちょっと見せるわ、これ。はい。いや、みこなんかみんなで映画見ることがさ、ちょっと夢だったじゃないけどさ、なんかそういう憧れるやん、修学旅行みたいでとか思って、みんなでホラー見ようぜみたいな感じになったわけで、みんなで映画会をねしようと思ったので、まあなんかフレアは、ここでこうなんのか、あ、こうなんかな、はははとか言ってね見てるわけよ。フレアはね実況がうまいの、めっちゃ喋ってるわけね、めっちゃ喋ってんの。そう、フレアはもうわははと喋っていて、その横でミコとスイちゃんはベッドが隣同士だからね、一緒にゴロゴロしてたんだけど、スイちゃんがねマジ怖えの、見て人形遊びのね、これ夜だけじゃないんだ、スイちゃんはねずっとね、もうねいかなる時でもちょっと人目がないところではね人形を持ってね、キャンキャン、こんにちはミコさん、ピーって名前です、よろしくね、暑いですね、あま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 あ、ご飯おいしいな、あまあまとか言ってね、USJのねご飯のところでもねポテトをね、そのぬいぐるみにね渡してね食べさせたりとかしてたんだよ。まあ、これが星町彗星という女の一面ということですね。いや、ミコもねここまでかと思いましたけど、ミコはねちょびっと年上なんで、ミコ 18.4 歳ですけど、ミコは早く 18.4 歳になるから、あ、そうだね、あ、こんにちは、あ、よろしくね、あ、そうなんだ、よしよし、あははと、ミコがね一番ね付き合ってあげましたと。そう、スイちゃん、スイちゃん見てるよ、あ、スイちゃん楽しかったね、美味しそうに食べてた、あ、そうそうだよね、食べてたよね、美味しそうにね、あんたフォークでねポテトを渡してね、ねえやってましたよね、なねえ、でノエルは爆睡してたっていうね、スイちゃんが人形で喋ってる時のモノマネがミコねこの旅行で上手くなった。あ、こんにちは、こんにちはミコさん、よろしくお願いします、あま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 あ、美味しいです、うんうん、これねマジこれだから、みんな冗談抜きでこれだからね、星町彗星は歌ってる時はかっこいいけどね、もうぬいぐるみを手渡して、はぁーみこちゃん、わーってなるわけでしょ、好きあらば写真を撮っているわけ、ぬいぐるみとね風景と一緒に、そんな感じだった。ねえ、